はい、始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録・高評価お願いします。今回は佐賀県の株式会社個別教育者の塾運営管理職正社員5年目26歳の方の給与明細です。仕事内容は個別指導塾の運営、生徒管理を行っています。指導の形式は生徒1人に対して先生1人の塾になります。日々の勉強のサポートから受験に向けてのサポートを行っています。 必要な資格やスキルは特になし、教員免許状があると優遇されます。勤務時間は1日7時間、残業なしで帰ることもあるが、1時間程度残業して帰ることもある。給料が月収32万、あ年収ですね、年収が322万円で、えー、塾の仕事をしたい方や、えー、塾の仕事をしたい方にアドバイスとしては、思いや情熱、やる気がある人は大歓迎です。 子供と接することが大好きな人が多く、えー、頑張っている企業みたいです。で企業明細です。基本給が15万6000円、マネージャー手当2万6000円、業務手当2万2000円、住宅手当3万、総支給が24万2000円、そこから控除が引かれて手取りが14万9512円となってます、えー。控除かなり多い印象なんですけど、えー、社宅の、えー 金額で33,000円引かれてるので、万まあ塾なので、えー、研修負担費っていうのも、えー、5600円引かれてますねで、えー、この方は、えー、管理職なんですけどまあ多分まだまだこれからの会社なのか、えー、基本給は低めの感じですけどまあ、えー、子供が好きな方とか、えーえー、生徒がいい点取ったら嬉しいみたいな感じの方には やりがいがあっていい仕事だなって思いました。今回はこれで終わります。チャンネル登録高評価お願いします。